皆さん、こんにちは。のんです。今回は、高木監督率いた2020年のガイナーレ鳥取と、2024シーズンからコーチとして入ってきた、布さん率いた2019年の群馬の分析を、長野サポのシン君がしてくれたということなので、そこから見る2024シーズンの長野のフォーメーションだったり、 戦術を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、早速入っていこうと思うんだけど、まずはじゃあ、昨シーズンの注目選手だったり、活躍してた選手たちの動向を見ていこうと思います。2023シーズンの得点王だった松本山川 FC の小松蓮選手が、 ブラブリッツ秋田に移籍しているところが結構私は気になったんだけど、しんくんはどっか注目の移籍だったり、注目の挙手はありますか、うん、そうだね。まあ、個人的には、まあ、さっき J34 位の今治のマルクス・ビニシウス選手の、うん、あまあ挙手っていうところで、まあ、結構最近更新されたって情報が出たと思うんだけど、 今治のチーム内得点王だったり、まあ、チームのアシストランキングでもトップだったりで、やっぱり攻撃牽引してて、まあ、J3 にいていい選手じゃないから、まあ、ここはまあ来シーズンも注目していきたいなっていうところだったり、さっきからずっと引っ張ってるところだったりっていうところで、まあ、結構注目している巨州になってます、うん。あとはなんか守備陣だったりキーパーとかはある そうだね、YSCC 横浜の児玉選手は、対戦した時もすごい手強い印象もあったし、彼がいることで、まあ、YSCC、もともと3バックだと思うんだけど、彼がディフェンスラインに入って4バックになったりっていうところで、前線で必ずフリーマン作れるっていう、まあ、倉貫監督の戦い方にもすごい合ってる選手なので、まあ、ここもまた更新されたってことで、YSCC も。 あの、来季さらに上に行けるんじゃないかなって思ってます。はい。じゃあ、昨シーズンに関してはこんな感じで。次に、2024シーズンの注目選手について話そうと思うんだけど、はい、そうだな。はい、私個人としては、やっぱり応援してる FC 岐阜の遠藤玄一選手に頑張ってほしいなってところがあって、うん、というのも、うん 去年結構出てた藤谷選手が移籍だよね。栃木に、栃木市 c に移籍っていうところで結構チャンスが回ってくるのかなって思って注目しています。どこか注目チームだったり、はい、結構手強くなりそうだなっていうチームはあるまあ、二つあって。うん。まあ、大宮と北九州。 でまあ、大宮と北九州が結構、まあ、個人的には注目してて、まあ、大宮に関しては、まあね、J3 に限らず J1 まで見てる人なら分かってると思うんですけど、まあ、杉本選手とシュビルトク選手っていうまあフォワード陣はすごい強力なフォワード揃えてるんで、まあ、これまでの J3 だったらうまくいかないよねみたいな感じを、まあ、J3 の。 X 界隈では感じてますけど、果たしてこれがどう出るのかっていうところは、一つ注目していて、うん、あとは北九州でいうとあの、鳥取で2023シーズン途中から引き取ってた松本さんがあの、北九州に行って、そこについていく形で、うん、牛の浜選手も鳥取、あ<ー>まあ、鹿児島にから期限付きだったけど、鳥取から、うん、鳥取から、まあ、そのまま引き抜きみたいな形で完全で北九州に入ったんで、 うんまあ、北九州は前回 J2 に昇格してる時も前年度最下位から一気に逆転して優勝っていう感じだったんで、まあ、そこは個人的には非常に注目してる2チームかなと思ってます、うん、逆に何か他に注目してるチームとかあったりするそうだね私は結構昨シーズンからあの結構解説とかで有名だった戸田さんが SC 相模原を、うんはい 聞いたってところで戸田さん戸田監督がどんなサッカーをするのかなっていうのにすごい楽しみにしてたんだけどそこがあんまり順位が振るわなかったから今季結構2023シーズンの選手が残ったと思うからそこがどう戸田大成2年目がどう J3 に適応していくのかみたいなところだったり。はい やっぱりその、岩上雄三選手が、さっき、はい、から今シーズンも、2024シーズンもいたり、瀬沼選手も去年、夏かな、夏に期限付きで入ってきて、うん、今季も相模原でプレーするってところで、はい、すごい、去年、脅威だなって思った選手たちが残ってるチームなので、相模原には注目したいなと思ってます。はい 非常に怖いですね2年目 <laughs> うんあとはとさっきと2023シーズンで注目してたっていう小松蓮選手が秋田に個人昇格って形で抜けたんだけどそこの穴を本当に埋めるというか超えるというか奈良クラブから浅川隼人選手が加入したっていうところで浅川選手は JFL 得点王で。 奈良クラブを J3 に上げたりだとか、めちゃくちゃ実績のある選手だから、そこがどう松本のサッカーにこう、はい、適応していくのか、結果を残していくの,が、うん、くのかが、脅威だし楽しみですそうですね、地域密着ですごい発信力のある選手なんでね、あのサポーターが多い松本には愛されると思うんですけどね。まうんうん、僕としては。 ライバルチームなんでね、ほどほどにしてほしいなと思って,て <laughs> ですね。はい間。間違いない。ダービーとかでも暴れそうだよね。うん、下田さんのサッカーにすごい合いそうな気もするんだよね。ああ<ー>。うん。じゃあ次に、パルセーロのオフシーズンの動向っていうところで、2023シーズンから2024シーズンになった選手たちの挙手ってところで、 何人か、あれだね、うん、個人昇格したりだとか、あと、加入に関しては結構、監督、うん、高木監督がもともと教えてたみたいな選手が多いのかなそうだね、あのまあ、個人名出すと、石井選手だとか、富田選手、うん、あとは、まあ、パクスリン選手と、安藤選手と、まあ、今治と鳥取の時に指導歴のある選手が。 入ってきてくれて、うん、あとはまあ、はい、結構、あの、サポーターの方も気づいてる人多いと思うけど、左利きがすごい多いっていうところですかね。うんうん。はい、中でも注目選手とかいるまあ、個人的には、うん、まあ、古賀選手はすごい注目してて、YS からよく取ってきたなっていうレベルだったから。うん、また YS から。 勇気さんはいないけれども、Y s から <S、うん、<S まあ来てくれて、すごい代表歴もある、海外経験もある、すごい若くて才能あふれる選手だと思うんで、中盤とか前目のポジションだったらどこでもできると思うから、まあ、その辺のセンスだとか、アクセントのつき方には注目していきたいなって思ってます、うん、そうだね、中盤結構、去年出てたベテランの宮坂選手が現役引退したりだとか。 結構、怪我以外はずっと出てた、うん、佐藤祐太選手が琉球に行っちゃったりっていうところがあったから、うん、そこをね、経験豊富な小賀選手来てくれたのはマジででかいなって私も思ってます。うん。次に、高木監督が率いた2020年のガイナーレ鳥取と、2019年、布さんが率いた群馬の分析を したとということで確か2020年が、2020年鳥取が5位で2019年の群馬も2位ってことで、うん、結構結果も残していたシーズンだ、チームだと思うからここの特徴とかを聞きたいなと思うんだけど、うん、はいそうだねまずまあ鳥取のところ 群馬のところをそれぞれ簡単にさらっていくと、まあ、鳥取は基本的には3バックのチームで、うん、で、まあ、基本的にシステムのところを見てもらったらわかると思うんだけれども、3バック基本で、まあ、4バック、あ、3バックが相手のときは、結構 4, 4バックも使いがちな傾向があるかなってぐらいで、ほぼ3バックの印象です。うん、で、得点ランキングのところは、 まあ今、岐阜にいると思うんだけど、田口選手とか、すごい得点力あって、あとはまあ大久保選手とか、長野苦手なフェルナン・ジーノ選手とか、取るべき前線の選手がちゃんと得点を取ってるでまあ結構いい得点数になってるのかなと思ってます。で、アシストのところは、えっと、魚里選手と安藤選手なんだけど、ここはあのどっちもウィングバックで。 右左で出てた選手で、ふもさ選手に関しては、うん、あの、攻撃的なポイント、数値化してもすごい高いところにもなってたし、安藤選手も右からだけどいい、あの、数値残してたんで、やっぱりこの辺は、あの、サイド攻撃ってところも、あの、重要になってたのかなっていうところですね。あと、まあ、群馬の方で言うと、群馬は、うのさん逆に、あの、フォーバックが基本のチーム。うん でやっててだからここはどっちになるのか読めないよねっていうところが個人的な意見になってて<ー>でうん、うん、得点のところはあのー、59得点34試合で59得点だからすごいて,てい高澤選手とかね J3 の,の北九にいた頃もあって、うんね、あの結構脅威だったけどだから2試合に1点のペースで決めてて。 青木選手も長野に縁あったりね、うん、結構見たことある選手が得点ランキング並んでると思うんだけど、やっぱこの辺のすごい力のあるフォワードがちゃんと取るべき時に取ってたっていう印象があるのが群馬で、実際に昇格もしてるし、この時はすごいあの強かったなっていう、逆転されたあのショータスタジアムのあれもあったなっていう苦い思い出もありつつ、<laughs> うん、で,す、ね、でまあ共通点一番下のプレーエリアってところになるんだけど、うん、あの平均よりリーグの平均よりプレーの,その頻度が高いエリアと、まあ、低いエリアってところをそれぞれまとめてみたんだけど、うん、それぞれに共通するところで平均より高いところがあの一番サイドのレーン、うん、右と左の一番ワイドレーンのところをよく使ってるのが両チームで逆に。 あの、鳥取は、あの、アタッキングサードに入る前は、中央をあまり使わなかったりだとか、うん。布さんの群馬では、あの、自陣の、あの、自陣の大半のエリアが、あの、平均より低いエリアだったから、基本的には相手陣内でやってたっていうところですごい興味深いデータだなってところが、共通点かなと思ってます、うん。相手陣内で結構やってるっていうのは、もう、基本的には攻めている時間帯がずっと長いっていう、うん ことで合ってるそうだね、次のスライドに行ってもらえたら、ちょっとあの詳しいところ出るんだけど、はいうん、次のスライドのところで、えっと、AGI と KAGI っていう指標があるんだけど、うん、これはあのフットボールラボさんのところから直接引用してきて、うん、AGI っていうのが攻撃の時にどれだけ相手ゴールに近づけたか。 かつ、まあ、攻撃時間のうちどれだけ早くゴールに近づけたかっていうところで,、うん、で KAGI っていうのが逆に、えっと、自陣のゴールから遠い位置でどれだけ相手があのキープしてたかいわゆるそのどれだけ攻撃遅,か遅くさせられたかっていう指標になるんだけども、うんうん、でその高木さんの鳥取の方はちょっとリーグ平均すぎてなかなかあの、うん、難しいんだけど布さんの方の群馬は、うんうん うん、すごいあのリーグトップの AGI の数値だからショートカウンターが基本になってたりだとか、うんうん、KAGI も基本的に自分のゴールから遠い位置でプレーさせてるからリーグ4位って数値が出たと思うから、うん、基本的にはショートカウンターで相手の陣内で奪ってで相手にはもう蹴らせちゃってみたいなところをやってたのかなっていうところはこの辺の数値から出てるかなと思ってます。うんうんうん、さんはシーズンが ボンズ市原で監督をやってたと思うんだけど、うん、私何試合かボンズの試合見に行ってる中でも、やっぱり今季、関東一部でボンズが1位、はい、1> で、年間も1回か2回しか負けてないみたいな感じで、うん、結構攻撃的というか、 なんか守備をしてるイメージがあまりなくて、はい、すごい攻撃し <laughs> 相手陣内でプレイをする時間が長いっていうのは、私も現地で感じたことだったから、その、うん、その布さんがコーチとして長野に来てくれたっていうのは、結構攻撃面が強化されるのかなっていうのを楽しみにしてる。うん。マジで点取ってください、長野。<laughs> 間違いない。そうだね。 そしたらじゃあ、この高木監督率いた鳥取と布さん率いた群馬から共通して言えることとかってどんな感じそうだね。このスライドに書かせてもらったんだけど、まあ、大きく2点あって、1つ目がいかに早くゴールに迫るかっていうところと、2つ目がサイドレーン中心の前進になるかなっていうところで、まあ、1個目のところは、あの、 もう、布のさんの群馬のところが示してるっていうところ、かつ、高木さんが去年長野に来てくれたときに、うんあの、敵陣にしか J2 はない、相手陣内にしか J2 はないっていうところをあ<ー>あの言ってくれたのがすごい印象的だったんで、うん、やっぱりここの親和、うん、性は高いのかなって思ってるんで、まあ、ショートカウンター、うんうん、高木さんが長野で、まあ、やってたことを継続していくんじゃないかなっていうところは思ってます。うん、で、サイドレーン中心の前進ってところは、 あの布さんの群馬と高木さんの鳥取ですごい共通しているところなのでこういうところは、まあ、あの補強のリストにも結構反映されているのかなっていうところは考えてますなんか個人的にはあの応援してた右サイドバックの船橋優真選手が抜けちゃって右サイドバック誰入ってくるのかなみたいなところを結構、はいはい、<laughs> 楽しみにしてたんだけど。 なんか、左利きとか左の選手が多い印象がすごいあって、うんはい、それってなんか、この補強の意図とかってあったりするのかなそうだね。まあ、まあ、右、その、布さん群馬の時の、えっと、うん、右サイドバック、えっと、吉永選手だったかなちょっと、あ、吉田選手か。そう、ああ、うん。えっと確か えっと、プレーのスタイル的に数値化したときに一番似てる選手みたいなので、まあ、フットボールラボさんで出してくれるんだけど、うん、似てるトップ5に船橋選手の名前あったから、うん、ああ残ってくれてたらなと思ったんだけどだけどあの布さんの群馬の、まあ、自陣でほとんどプレーエリアないっていう説明をさっきちょっとしたと思うんだけど、うん、そこで唯一プレーエリアとしてちょっとリーグ平均より高かったのが左サイド。 になってたから、うん、基本的には左サイドから自陣では前進していって、でうん、右サイドの方は、えっとまあ、ゴールに近い足、左利きの選手も置きながら、まあ、フィニッシュだとか、うん、フィニッシュワークに専念してもらうみたいな形になるのかなっていうところが、うん、まあ左利きが多かったりするサイドの選手もすごい多いあのオフシーズンになったと思うんだけど、そういうところなのかなと思ってます。あ、うん、ありがとうございますじゃあ最後に そこから見る。パルセーロは2024シーズンどうなるんだろうっていうところで、想定される起用ポジションと年齢バランスの表がこちらになります。なんだろう。はい、ここから、なんか結構、まあそんなに偏ってはないけど、フォワードが少なめなのかなっていう印象は受けていて、これ見てどうですか、うん まあ今話してもらった、まあフォワード、赤いところと薄い赤のところに、まあちょっと注目して、とりあえ、ま、ず喋ると、うん、まあ布さんの時も高木さんの時も、まあ2トップを一番使ってるってことはあんまりなくて、<ー>まあ基本的には、えー、っと、3421のワントップツーシャドウか、4231の2列目が3人いてワントップっていう形だから、うん、まあセンターフォワード、 っていう面ではまあこの3人がけがなくシーズン過ごしてもらえれば全く問題はないのかなっていうところはちょっと思ってるところではありますね。うんうん、で他のまあ緑のところだとか青のところも話していくと、うん、まあ緑のところはまあキャプテンまだ発表されてないけどやっぱりチーム最年長として、うん、まあ 加藤選手にはすごい頑張ってほしいなっていうところだったり、うん、まあ若手のところもね、大卒で橋田選手、高卒でイースウォン選手取っていきたりだとかっていうところで、結構若い力も入れてるんで、ここは、あの、何です、なんて言うんだろう、ベテランの土台感と若手の躍動感でなんとか攻撃作ってほしいなっていうところは、うん、<laughs> ミッドフィルダーには期待してるところで、うん ディフェンダーは、まあ、センターバックとサイドの選手とちょっと分けたんだけど、まあ、この,あの分け方したときに、やっぱどうしても薄い青の方は右サイドできる選手少なめなのかなとも思うんだけど、だからまあ純,純正のサイドバックっていう形に、右サイドバックっていう形で起用される選手はあまりいないかなっていうところはちょっと感じてます。で最後にキーパーのところは、あのー、ずっと若い選手、 ね、最近あの、ずっと若い選手がキーパーやってたと思うけど、うんまあ、田尻選手、岩手から来てくれてこういうところで、うんまあ、プレー以外のところでも背中で見せてくれるところあると思うんで高木監督と戦ってた経験も生かしてここはチームを引っ張っていってほしいなと思ってます。うん、はいありがとう。そしたらじゃあ今結構こういうフォーメーションになるのかなみたいな話もあったので予想フォーメーション出しちゃってもいいかな。うん はい。はい。これは4バックの場合が左で右が3バックの場合っていう感じかな、うん、そうだね。基本的には左の方がヌノさんの群馬をベースにして考えたチームで、右側が高木さんの鳥取をベースに考えたチームになってて、うんうん、まあここはまあこうなるよねっていう確定ではなく、うんその プレイスタイルだとか、それぞれの特徴っていうところを、まあ、確認できてない選手もいるけれども、大体こんな感じかなってところで、配置させてもらいました。うん、なんか、2023シーズンと比べて、2024シーズンは、ここが変わるよみたいな、うん、中盤変わるよとか、なんか、ここに注目したらいいよみたいなところって何かある、うん、そうだね。まあ、注目、 するところで言うと、まお、あ、そらくなんだけど、個人的には右の高木さんの鳥取がベースになるかなと思ってて、うん、で右の方でちょっと話していくと、うん、のまあ、ウイングバックのところが、えっと、安藤選手、右にいると思うんだけど、この選手以外は、基本的には左サイドの選手は左利きで、右サイドの選手は右利きを配置したんだけど。うん ここはやっぱりサイドレーンからクロス上げていったりだとかサイドレーンから攻撃していくのがすごい、まあ、布野さんにも高木さんにも共通しているところだったんで、うん、この辺のウイングバックの推進力っていうところはあの誰が出てもあの高い質を担保していかないとあのサッカーになっていかないのかなっていうところは考えているのでここの選手たちには注目してほしいなと思っていますうんありがとううございます。 はい。ということで、今回は2023シーズンの挙州と2024シーズンの長野がどんな風になっていくのかなっていうところを話してもらいました。ゲストで来てくれたしんくん、ありがとうございました。ありがとうございました。長野サポの皆さん、自動昇格でも、あの、プレイオフでもいいんで、絶対 g 2に昇格しましょう。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録、高評価、そしてコメントもよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。